そこです大事なと思って、うん、みーくんの言いたかったことはそうですね、うん、トラスト企画のこだわり、うん、みーくんのこだわりああ、はい、絶対に減額しない。こんにちは、トラスト企画の花です。葵です。みーくんです。阿部ちゃんです。今回も買い取りした車両の紹介なんですけど、うん、はい、またまた、うん、これあ のこれあれじゃないの、これ花ちゃんの好きなやつじゃないの、 MG松田本当になんか最近多い気がする、 MG 車ここから怒られますよ。ファンに怒られる。改革言い慣れてない改革な車 で、はい、でこれちなみにね極上車です。あ、そうなんですか。はい、するもん、はい、はい、最終です。6型あ、はい、FD の、はい、やばいですね、はい、なんと走行距離が1万7000キロです。1万しか走ってないんですか。はい、新車だ、はい、すごい、はい、車です。はなちゃん、ついに決断の時じゃね。いや絶対金額がすごい気がする。金額がすごすぎて欲しいんですけど。データ上載ってません。これです。相場ね、相場感だよ、うん、はい、はい、距離が低すぎて、はい、ないですから、すごい、そういう車少ないんで、はい、想像の中で買ってます。だいたいこれぐらい。お客さんが求めた金額よりもちょっと高く買ってしまいました。そうなんだ。で、もともとね、はい、実はね、これほらノーマルじゃないですか、うん、思いました。だからやっぱこう専門店とかね、うんうん、買取店でちょっと大手 その名前の通ったところにいっぱいなんか連絡したらしいです、はい、うん、でそしたらみんな高額な車なので、はい、意外とね保険かけてるんですよ、うんうん、値段にですか。そうです。あ、査定はするんですけど金額出るじゃないですか、はい、で金額出た後にいや持ち帰ってちょっと車点検させて圧縮が出てたらその金額で買いますみたいな。出た圧縮が出てなかったら大幅な減額しますみたいな、もしくは買い取りませんみたいな、うん、そういう風な買い取りの方法を取ってる会社が多いです。FD に関して特にロータリーっていうのもあるかもしれないですね。その査定に来た査定員がエンジンの調子とかエンジンかけた段階で圧縮が出てる出てないっていうのを確認ができない。そもそもが知らない、うん、だから保険をかけるんです。持ち帰って圧縮のコンプレッションテスターで測らせてもらってきちんと出てたらお支払いしますっていうパターン、はい、あるじゃないですか。よく他の車だって、ね、持ち帰って点検したらどこどこが悪いとか、うん、あこうだねって言って、うん、値引きされて振り込まれるってパターン、あるあるある、はい、でももう車は向こうに渡っちゃってるからね、はい、お客さん的には減額なりますかって言うから嫌なんないねってもしねもしこの車がね圧縮が低かったとしたって、はい、ね、査定行って実際現物を確認してエンジンもかけて見てるんだから、ね、でプロが見てるんだから、うん、そんな減額できるはずがないじゃないですか、うん、こうプライドをかけてるわけですからね、うん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 、はい、そこです大事なと思うんです。みーくんの言いたかったことはそうですね、うん、トラスト企画のこだわり、うん、みーくんのこだわりああ、はい、絶対に減額しない、はい、これ本当にすごいことですよね、はい、だって査定してさ自分で仮に見逃したとするじゃないですか、はい、うんうん、さ査定ミスじゃないですか。うん、まあそうですよ ね、ミスしたものをねお客さんに負担させるってどういうことだって話ですか。お確かに考えるとそうそう、まあ、素人じゃないんだからさ、うん、プロなんだからお客さんは素人だよ、うんうん、だから別に知らないことでもいっぱいあるったりね、うんうん、いいんだけどこっちはプロだから、うん、ね、プロは、ね、ちゃんとプライドを持って仕事しないとダメですよって話。そういうことですね。ないと減車確認してる意味何しに行ってるんですか。そうですね確かに、うん、ね、あなた何しに車見に行ったんですか、うん、写真撮って何車検証撮って
データをセンターに送っただけですかみたいな話。お客さんでもできそうな。誰でもできんじゃないそんなの。でしかも自分で値段言ってないんだよ。今ちょっと待ってくださいとか。こうやってスマホ。まだですかって。あちょっとちょっとあのまだちょっとまだ連絡来てないんです。30分経ち、1時間経ち、1時間半経ち、2時間、来ましたいくらですってみたいな、それでお願いしますみたいな話で、はい、後からクレームつけます、ね、そう一応この金額出てますんで、これで今日決めてくださいみたいな話で、はい、今日だったらこの値段ですみたいな、それも嫌だな、ね、そのパターン嫌だそうで、持ち帰って、あのもし何かあったら減額しますんでよろしくお願いしますって感じで、おかしいよ、はいはい、そういう、ね、今やり方がね今流行ってるらしいです主流、はい、特にね、青い看板のお店だったり青かったり緑だね、緑は、ね、比較的ねまだあれですけど、そうなんだ、うん、緑は電話がすごいイメージありますね。そうですね、うん、電話構成激しいですよ緑、うん、はい、青もね、面白いことに青の看板の店もね、多店舗展開してるじゃないですか。あ、してますね。こっちの店舗のなんとかです、こっちの店舗のなんとかですって同じ会社なのに複数の人から連絡来るらしいですよ。全部来るんだ。そう店舗別に、店舗で店舗ごとに競争してるらしいです。どこにいるか分かんないですもんねあれ、連絡来ますって、いや、それは別の店舗の人間なんであ、こっちはこっちでやってるんで、ちょっとこっちでお願いしますみたいなさ、店舗同士で争ってるという恐ろしいことが起きてる。客を巻き込むなんてことね。本当その通り、まあね、一社、うちはほら一社 ね、 あのちゃんと1名でやってますから、はいはい、逆にあれですもんね、連絡はまだですかって催促される。すいません、それ3回言われて俺もアウトだなと思ってすいません、3回も連絡いただいて申し訳ないですって感じで待ってるよって逆に。うちの場合は基本的に査定して後で連絡しますって言ったらこっちから連絡しないんですそのまま聞かない、どうなりましたかも聞かないから、はい、あれ、この連絡来ねえなとか思わないでください。こっちは連絡しませんって言ってるじゃないですかって感じそこまで暇じゃないんで次から次へとあるんで、すいません、過去のことは忘れちゃいます連絡してもらわないとそういやでもそういうこだわりがお客さんに支持されるんで、うん、いっぱいこうご依頼が来てるわけですよね、うん、そう、あんまり呼びつけないで口コミもね、広まってね、もう本当にもう、もうそう、これだってあれだよ、これ都内なんだけど、はい、今道路混んじゃってんの、うん、これ4時間かかったんだから俺東京まで行くのに。4時間東京まで茨城なのに4時間半で行けるところ4時間かかっちゃって、何込みなんだろう今、激込み高速超止まってて、本当に山手通りとか、山手通りじゃねえ、環状線とか超混んで、もう信じられないぐらい混んでて、で行く道ないんですよ、そこしか他のルートがじゃ行けないんで、うん、はい、くそーとかと思いながら、はい、そういう思いで遅れる、ね、場合もあるんで、そういう時はご容赦いただいて、はい、だからすげえ遅い中、真っ暗の中、懐中電灯つけながら黒の車じゃないですか、はい、全然わかんなくて何用ですかぐらいの勢いですから、お客さんにどうでしょうって言われてたからそう本当にね、ただ車はもう程度いいっていうのはもう一見して分かったんで、うん、まあ、別に見なくてもいいかなみたいな感じで見なくてもいい疲れてるし、もうね、ヘロヘロ、お客さんにもすごい迷惑かけてて、実はこの、その夜、本当に夜査定だったんですけど、はいはい、そのこの後もあったんですよ。じゃあその後も別にあったんだ。そう、この後千葉に行かなくちゃいけなくて、千葉、東京から千葉、そうでも本当1時間半で行けるとか4時間かかってるからやばいと思って、しちゃったねで、その千葉のお客さんにはすいません、今日はちょっと時間遅くなっちゃったんで行けないかもしれないですって、もしかしたら別な日程でお願いできませんかって言ったら、いや、できれば今日お願いしますって言われて、あ、すごい、結果もね、いや、今から行ったんじゃちょっとすごい時間かかっちゃうんでとかって言ったら、お客さんから提案で、え、この後って茨城戻られるんですよねって言うから、いや、茨城戻りますよ、当然この車積んで帰りますからって言ったら、そしたら茨城行きますって
ね、すごい千葉から茨城来てもらって、自分も東京から茨城帰ってこうちょうどドッキングしてあのあのちょうどいい時間に5分ぐらいしか差がないぐらいですごいすごい。ありがとうございます。そういう買い取りしてるところね、うちがないよ。夜中やってるわけですから。会社で。友達みたいですね。鍵開けて。会社の鍵開けて。あどこどこ何集合ねみたいな。そう。夜中向かうわみたいな。すごい。お客さん。しかもお客さんほら置いてくるわけだから、2台で来てるわけ。あなるほどね。しかも。もうそこで売る気満々そうそうそう1台じゃなくて2台できてるの売る気そう置いていくつもりでいるから、うん、すごいな、はい、ありがたいですね協力もあって買い取りできてるで書類も用意されてるからその場で現金払いですもうありがとうみたいな怪しい夜やってる怪しい取引になっちゃってるその後さ冷静に考えたらさあれ俺明日から車ねえんだって話になったらしくねえ夜中テンションで売っちゃったからどうしようって足がなくて動けないってなってたんで連絡来て、うん、すいません出して貸してもらいたいねえ夜中テンションでやっちゃったから大事取り来ましたね朝になってあれおかしいね台車だってタダでしょ基本的にそうです、ね、いや違いますそれは、はい、もうあの有料でやりますって言ってあ そ, うなんです、ね、そうそうそれはあの月ね1万5000円安い月ですよ1日じゃないレンタカーだったらもっと取られてる1日5000とか6000円取られる取られる保険付き保険付き車検付き税金いい税金込み全装してもオッケーオッケーオッケー1万5000円でしょう、はい、ワンコインだから基本ワンコインワンコインなんですよ1日500円っていうワンコインすごいめっちゃいい、はい、だって500円以上だとなんか嫌じゃないですか、まあうん、だって車借りるのってさねえいや車借りるのは500円じゃ済まないですよ嘘そうなの普通は普通はそうですよ嘘レンタカーとか、うん、自転車じゃないんだから嘘確かに自転車とかですねワンコイン嘘ちゃんと自動車保険入ってんだよタイブズ対人登場とかすごいちゃんとロードサービスもできますようちのロードサービスできちゃう、はいはい、あのなるべく高級車貸したいですよちょっとなるほどなるほどレカ代ってすげえ過失って前言ってたね闇ね、うん、15万ぐらいほらレカ代ちょっと動かなくなっちゃったとかってすぐ連絡してもらって壊れやすい会社を出してもらってねそう車庫を見せるやつだから出してねそれで後で回収しますから大丈夫ですよ入っちゃうやつそうそうそうもう、うん詐欺集団ですから社名を真っ向否定ハントラストハントラスト変わっちゃった名前そうそうそうこれからハントラストにしようはいハントラストキャラですバッチリでしょそれ、はい、これ車の話してないでしょあの極上車なんですよね極上車なんですけど極上車って見たいですねなんだよ見ましょうこれノーマルなんですよですね、はい、だから内装もほらもう全然椅子とかもハンドルとかも、うん、わあ超綺麗超綺麗ノーマルね、うん、そうそうそうノーマルです当然事故なし、うん、この内張りも綺麗、うんでもワンオーナーっていうわけではないんです、ね、あ違いますねあ、はいうん、ただ、記録簿とか保証書取説いろんなもの全部ついてます当然ですけどはいホイールノーマルだもんねはいノーマルですマフラーからノーマルほんとだはい、はい、おーエンジンも、はい、ノーマルですノーマルですねはいどこもいじってない感じです、はい、うんこれはあれですねお客さんに売れますね売れます、はい、こういうの欲しい人っているんですよ、はいまあ、最近 FD の問い合わせすっげー多いんですよ多いんです、うん、高いですよこれ、うん、高いですよねこれは高いです高いけど程度のいいやつが、うん、ねちゃんと確証のある程度のいいのが欲しい人は、うんうん、ねこれ全部揃ってますから、はいはい、あの欠品するものない感じで全部、うん、書類は、うんはい、バッチリでしょ
バッチリですね。まあ強いて言えばね、こういうところがちょっとね、あの自分でね塗っちゃったところなんですけど。ああなるほど、直し、はい、これはね、大丈夫です、やります、はい、うん、綺麗にしますから、はい、そこだけちょっと気にならなかったんですけど、はい、あとはもう全部もう整備もちゃんとされてて、どこも悪いとこないです。はい、これ純正なんですか。はい、そうです。これそうなんだ。はい、そうです。このね下の部分だけ。はい、そうです。これが本当の塗装です。はい、まあ、全然綺麗な感じで、はい、わー本当に綺麗。はい、うん、うん、もう 何も言うことはないですね。何も言うことはない車です。何も言うことはない。これはもう小売りですかね。はい、小売りしたいですね、うん、こういういいやつは、うん、でも高いけどね。高いけどこれは高い、絶対高い。さてさて、いくらするでしょうか。はい、はい、売り値でだってもうオークションとかでも、はい、ね、こういう走行距離がないっていうと、はい、いくらだろう。はい、いくらだ、うん、400以上は絶対すると思います。400だとね、今普通の車しか買えないですよ。普通の車、ね、おかしい、おかしくなってる、もう本当に10万キロぐらいの、はい、普通の車しか買えないですよ今。500、全然買えないですね。いくらだと思う、葵ちゃん。500でも全然。500でも全然、だって他の買取店さんがね、はい、あのそれ以上の金額提示してましたから。おお、はい、600はいってる。残念だな。残念、600でも700、うん、もう買えない、もううちらが買えないもん。だってもう600。買取でそう、うん、全然買えない。だから売り値はだいたい900から1000万ぐらいです。はい、それぐらいの値段で仕入れてるってことですよ。そうです。データがないですから、データがないですから、データない。5、うん、データがないですから、ないから車も。そうですよね、うん、そうですよね、はい、ないない、データもないっていうことだから。そうそう、あの弾がない、うん、探してても見つけられない。やば、そういう車があるってことですね。1000万とか、はい、程度のいい車欲しい、うん、お金はいいからとりあえず、お金は出すんで程度のいい車欲しいって言っても、うん、なかなかない。うん、あったっていう感じ。そうですね、そう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 、これあるよ。お金はいいからとりあえず程度のいい FD 欲しい人、うん、ぜひ、うん、なるべくこの白いこういうくるくる巻いて角 OK みたいな、オッケーみたいな。ファミリーがいい人ね。はいはい、よろしくお願いします。ゲンドマないかな、あのカード知ってた。え、ないよ、ないよ、ゲンドマ。限度額ないカードってあるんですか。いや、ある、持ってるよ。すごっ、はい、億万長者です。限度額ないカード、限度額ないって言うんじゃなくて、あの個人的にその人に合ったあの金額が設定されてるんですよ。あ、だからよくほら、あの花ちゃんとか持ってるクレジットカードって、うん、あのキャッシングできるやつって50万までとかありますね。まあなんか使ってたら70万だったり100万だったりとかするやつあるじゃないですか、うんうんうん、あります。はい、ミカの普通に300万って言っても普通に買えますからカードで。お借りしていいですかそれ。お借りしよう、カードで50万普通に買えます。別に買えます、普通に取ってやれば買えます。すごい、はい、そう、あのよくケース電気とかで、200何十万とか支払いしたりとか。普通に逆に何買えるケース電気で200万って何何家電めっちゃ。ケース電気の人も言ってました、200何十万って自分切ったことないですけど。そうですよね、ちょいちょいありますから。しかも1回だけじゃなくて。すごい、カチャカチャカチャ、無理です、無理です。体で払ってくる、体で払ってくる。あれですよね、あの労働すれば大丈夫ですよ。いろんな肉体労働、チャプチャプしながら労働してます。あのあれですよね、お子様も見てるって言ってましたよね。ローション労働してます。ローション労働、ローション労働で、あの回収できますよ、はいはいはい、お子様が見てる、はい、体でもいいっていう人。あ、そうです、みーくんにぜひ、うん、あのみーくんもね、とりあえずね24万しかダメなので受け付けませんので。もうあれですよ、危ないですよ、そろそろ。あ、そうですね、はい、そろそろカウントダウン始まってますからね。
私たちもね、もう、はいはい、車は25年ルールだけど、はいはい、24年らしいです、はいはい、そういうことなんで、はい、気をつけてください。チヤホヤされるのも今のうちだけですよ。でもされてないよね。この扱いですよ。もうイベント行ったら知らないからね、俺知らないから、俺責任取らないからこう流すからね、本当に流すからな、本当にわーってしやがって大変なことになるから。いや、ミークに回ってくる。そうですね、ミークがいっぱい来ると思う。ミーク変装してるから大丈夫ですよ。いや、無理ですよ。ミークつなぎ脱いだら普通のおじさんです。そうそう、どこにでもいる普通のおじさんですから、誰にも気がつかれないから大丈夫です。ちょっとその企画おーとかって、ミークだったのとかって。ミークバレるのか。私服ね、ダサいからダメですよ。もしかしたらバレちゃうかもしれない。あのダサい人誰みたいな感じ。熊野あ、ビームスね、うん、あ、ミークはビームスが好きなんです。あ、そうなんですね、はい、メイドインジャパン の, あの洋服が好きなんです。あ、いい、はい、若いですね、いいですね。ビームスのやついっぱい持ってますから。あ、そうなんですね、はい、はい、ビームス大好きなんで、もしあれだったらビームスのあのXL とか LL サイズをついに厚着物で、はい、アパレルにまで、はい、お願いします、はい、アパレルまで今ということなんで、あのビームスの見つぎ物お待ちお待ちしております。はい、はい、っていう今日の動画バイバイ。